白馬ジャンプ競技場は長野県北隅郡白馬村にあるスキージャンプ競技場である。正式名称はラージヒルが長野県白馬ジャンプ競技場、ノーマルヒルが白馬村ジャンプ競技場。ラージヒルは白馬村が指定管理者となっており、全施設を白馬村が管理、運営している。日本で唯一ノーマルヒル、ラージヒル用のジャンプ台が2つ並んでいる。 ジャンプ競技場であり、1998年に開催された長野オリンピックのジャンプとノルディック複合ジャンプの競技会場として利用された。オールシーズン、スキージャンプが可能な競技場である。白馬村がノーマルヒル、長野県がラージヒルとそれ以外の施設を受け持ち、昭和62年に基本設計を行った。 6年の歳月をかけて、総工費約85億円で1992年11月に、区体施設工事が、翌1993年11月に、サマージャンプ台工事が完了した。スキージャンプワールドカップは2004年を最後に、行われていないが、1998年から2001年までと2004年以降は、FIS サマーグランプリ、白馬大会が、ラージヒルで行われている。 2018年には2003年以来となるノルディック複合ワールドカップが開催された。一般客もリフトと展望エレベーターでスタート地点に登ることができを除くスタート観覧ステージから選手と同様の視点でジャンプ台を見学することもできる。観覧料金大人460円小中学生280円観覧時間かき投機リフト乗車最終時間は 観覧時間30分前。ありがとうございます。